好きやか。俺それでいいよ。これそこ座るよ。いいよいいよ、浅井さん。あ、いいか。はい、お願いします。牛タンでもいい。はい、牛タンでもいい。ありません。めったに来ない。すごいよ、3500人見てる。3500人。そう、今130人。どうで130人見てんの。130人です。大したもんじゃないです。なんか最近少々食べてきて100人じゃなかなか大したもんだよ。はい、超すごいやったら1000人とかやったら、でも普通100人じゃ大したもん。ニコ生やってる時500超えてたんですけど。ああ、すごい。でも1000くらい。最近調子悪くて、昔はガンガンいろいろ攻めて応募ってやつからんで、はい、俺はその頃知らないけども、後から動画見て、見てもらえてよかったです。見てもらえて、みんな楽しかったって言ってます。わ、それよかった。あ、カラオケ見たの。カラオケ見た。いや、今日何カラオケ見たの。カラオケ見たんだって。今日配信してるの知らないな、朝井さん。いや、配信やってたりしてる。いや、今もやってるんで、今も映って、朝井さん映ってるでしょ。どんどん喋らなきゃ、朝井さん。俺、みんな朝井さんの語りを期待してるんだよ。朝井さん大好き。朝井さんの語りをみんな期待してるんだよ。皆さん歌を歌える夜にはいいものを食べてください。あと大きい声じゃないけど、波をと5つ、牛丼波、はい、牛丼波を5つと、それからご飯と納豆。ご飯と納豆。はい、会長、牛丼でいいの。ああ、いいよ。はい、すいませんでした。会長、ちょっと今日不機嫌ですね。ちょっと、あ、野口さんやねんけど、これ会長不機嫌だし。野口さん来ないもん。野口さん来ないけど不機嫌だ。いや、まあ、孫が生まれてんだから、まあ、孫が生まれてんだから。今、後で電話してみないと。男が生まれてない。男の子なんですよ。男の子。男。男の方がいいよな。うちの。子供はいないときに。子供は。子供。浅井さん大好き。仕事に変わるの。浅井さん大好きですよ。困ったらどうしますか。仕事に変わるじゃなくて、子供は仕事に変わるじゃないよ。子供は、違うよ。ゆきちゃん、寒くないか。世の中貢献することで、みんなが、ひどいよ、浅井さん。風邪ひいちゃうよ。世の中貢献することで、みんなが子供に。親が昨日、弟が、風邪薬にもらってきたわ。子供はそれはみんなで、世の中に貢献する道でみんなが子供になります。あ、なんか、かかるんだって言って、そうかな。もう言ったよ。あ、もう言ったのに、あ、そっちで、ね。お疲れ様です。ありがとうございます。今日は見てもらえてしまったです。動画撮ってないから、いいですよ。ネット動画撮る。あとは何かあったら言いますけど。全然、普通で大丈夫ですよ。普通、普段通りで。特にカメラ意識せず。狭いから大丈夫ですよ。膝の上置いちゃいます。あれ、彼女はいつカラオケに来るんですか。彼女、いや、来たい来たいって、朝日さんのこと好きだから行きたいって言ってるよ。そしたら、ただなんかね、あの水曜日にいるかどうか分かんない。じゃあ、うん、朝見に行って、それで。そうだね、うん、彼女ほら心の病気なんだ。うん、2人とも心の病気で、ね、そうそう彼女結構破天荒だから。彼女は破
天候じゃないよ。天候なんです。現実社会見てて、うん、だからね、あの相手は、うん、そう調子のいい時だったらいけるよ。だから水曜日をまた行きますから迎えに行ってくれてください。分かった。いるかどうか分かんないよ、俺の家に。一緒に住んでるわけじゃないから。あ、彼女を見た電話かければいいじゃん。電話番号知ってんの？聞いてないよね。誰や、彼女の電話でしょ、うん、知ってる？知らないでしょ。あ、ありがとうございます。教えてもらったらかけるよ。すいませんです。すいません。あ、ありがとうございます。あ、じゃあ、それいらないです。そのままどんぶりだけで。はい、ありがとうございます。ツイッターしかないから。ツイッターでみんなに公開でプレステージ送るで。でもツイッターあれですかね、リアルタイムで見てる人少ないですからね。うん、あれ？プラフォン？いや、まあ、これまあ、これから来るのかな。いや、何を言えばみんな見るんですか。YouTube でこれ放送すればいいんですか。 YouTube でも徐々にちゃんと上げてれば人増えてくよ。俺も YouTube やってるけど、今増えてるもん。ああ、ちゃんと上げてる。ちゃんとやるの難しいですね。そうそう、俺宣伝するよ、 YouTube 浅井さんの。浅井さんの中身がある。中身が浅井さん短すぎるんだって、喋る内容が。永遠と喋っていいんですか。じゃあ5分ぐらいの動画作った方がいい。5分にっこり喋ってればいいんですか。違う、日本5分間やるとみんなに有意なことを喋り続けてる。そう。あ、分かりました。うん、あとやっぱ対談がいいよ。対談が一番いいです。対談。有意は お箸ってどこにあるんですか。はい。ああ、いい、大丈夫。ありがとうございます。すみません。対談。いただきます。いただきます。対談する人さ。和道さんと今まで過去にやってきた。あ、そうそう、浅井さん、テレビ局が浅井さん取材したいって言ってるけど、どうする？今度日曜日連れてきていい？わかりました。だから秋葉原で、あ、いや、どこのテレビ局？あの、フジテレビだったら行ってたんで。フジテレビだったかな。フジテレビにリアルズ新鮮だね。局忘れちゃったんですけど、でかいテレビ局だよ。でかい番組、深夜番組だけど、人気の番組。彼女と一緒に、うん、あ、 YouTube はね、あの URL 下に貼ってあります。 番組説明に URL 貼ってあるんで。それは私も貼った方がいいです。うん、URL、 はい、中谷さんの Twitter もさ、ちゃんといろんなそういう情報で載せない。載せます。うん。YouTube を真面目に作ってる。そして、うん、この放送もやる、これでいいか。YouTube は動画いっぱいあるから、あの今まで通りでいいと思うんだけど、生放送やったらいいと思うよ、浅井さんは。あ、本当、それはカメラ持って歩いて、それで、本当は。外配信じゃあ、それから、黙って、それで黙って映してもらって、それで入れとく。うん、分かりました。一応、準備を整える。うん。それ、買ってきたよ。うん。あ、カメラ買いました？うん。設定するよ、俺。うん、まず自分でやってみるとして、どうしてもダメだったら。あ、分かった。外配信するんだったら Wi-Fi、 Wi-Fi 買わないとダメですね。 Wi-Fi するんだったら Wi-Fi、 Wi-Fi って、あの、なんて説明すればいいんだ。電波買うんですね。電波買うの。外配信するんだったらね、あの携帯電話で、あの配信しちゃうともう10万とかいっちゃうから、請求金額は。はい、うん、家でやってる分にはいいよね。うん、カラオケやりたいと思ったら、まあ、Wi-Fi 契約しないとダメだ。そうですね。クララは、はい、配信には使えるけど、自分が見る分には良くないんですか。あ、でも普通に見れますよ。ツイキャスとかだったら。あ、そうね。ニコ生が見にくいんだね。うん、まあまあ、月額3000円で使い放題なんで安いんで、僕はそれ使ってますね。
カウちゃんとかミノミちゃんとか電話で入ったんで、今度電話かけてください。来週日曜日に。私はめぐみちゃんって知らないよ。私ちょっとおかしい。めぐみちゃんじゃ、めぐみちゃん知らないよ。誰だよ。カウルちゃん知ってるけど、めぐみちゃん知らないよ。ね、鈴木めぐみちゃん。知ってる人だよ。うん、あ、昔のあの子かい。あの子かい。あんまり絡みたくないんだけどな、正直。お職人は絡みたくないな。ね、カウルちゃんか。いいよね。遅くなってごめんね、カウルちゃんか。鈴木さんだ。あ、悪いね。これ見てるかもしれない。めぐみちゃんに邪魔しようか。あっちの子は？あっちの子がいるんだって。鈴木めぐみちゃんの親友じゃない？近い近い近い。もう連絡あんの？かけてください。まだ更新あんの？かけてください。あ、そう。うん、わかります。ね、それはいいの。これは関係ないの。まあいいけど。音楽の演奏者をここで集めるんですか。楽器できる人いっぱいいるよ。プロミュージシャンもいるよ。あ、そうだ。ラブさん、生まれたから。そうしたら。電話かけてますか。電話かけてます。病院に持って帰るよね。あ、もしもし、お前の歌。はい、はい、しますな、僕ね。今日は、あの、え、全員いるの？分かんない。いや、配信やってるとやってないで、喋るなよ、帰ることから。あ、マイク切りますよ、じゃあ。いや、切らないで。あの、配信中はやっぱりちょっとやばいこと、喋れない。今日生まれることは生まれるんだろ？今日生まれるんだろ。あ、なんか話どうですか。まだわかんない。いや、まだわかんない。あ、私は別に私の手も使わなくなって、自分の手も使えばいいのに。なんで私の手を使う。私が電話使わなくてまだまだ自分の電話使えばいいだろう。何も分かんない。まだ分かんない。あ、まだ分かんない。なるほど。入院はもうしてお世話様でございます。ありがとうございます。いつもすいません。お世話様です。いや、楽しみですね。すいません。ありがとうございます。すいません。お世話様です。ありがとうございます。すいません。え、よく言わないで切るの。それはすいませんしか言ってないじゃん、今。いい子したら大丈夫。大丈夫なの？要件伝わったの、今。野口さん。野口さんにかけた。それが良ければ、ああいう子は大丈夫。もう帰らないかな。新宿まで帰るよ。大丈夫です。あの、奥さん、今、子供が参りました。男の子。帰るか。最初、お疲れ様です。
そうしてもダメだったら、ね、ちゃんと。そんことはないと思う。また火曜日会おう。そうですね。火曜日な。ねえ。火曜日、水曜日。うん、あの火曜は仕事であそこで会うじゃないですか。税務署前で。税務署前で会うじゃないですか。火曜日。税務署前で会うじゃないですか。でも歌を歌わないか面白くないか。うん、歌の歌、水曜日。水曜日、そういうことですね。水曜日、ちょうど最後の水曜日さんのつもり。ピアノが会うんです。水曜日、もう一度、テレちゃんさ、あれ、何ですか、あれ、月曜日、来れたら、俺、南行くって言うんだよ。月からも仕事決まってるんだ。はい、決まってんだ。はい、水曜日、水曜日逆に来ますよ。ああ水曜日、最後の、最後の水曜日、あの休みの時だから。南行くって言うから。再来週から水曜日の仕事、って言います。水曜日は空いてんだろ。ああ今週が、ね、一応最後のつもり、再来週か、ああ違う来週が、再来週から水曜日で働くつもり。もし、今年は俺あそこにいるから、11時ぐらい。水曜日行きますよ。水曜日、今の予定にはあのカラオケ屋さんやるらしいから。俺いるから、最初俺水曜日は。水曜日がいいな。水曜、それが最後の感覚。じゃあ帰るね。お疲れ様です会長。会長いつもありがとうございます。はい、どうも。ヤマハのジャケットかっこいいですね。え？ヤマハの。これヤマハ。これは誰も着てないよ。20年前、40年前です。30年、30、40年前にピアノ習ってた。あ、そうなんですか。はいはい。50年前か。50年前ぐらい。はい。あ、50年かっこいい。50年ぐらい。はい。売ってないから。非売品なんですね。非売品。並んだ人がもらったんですよ。お疲れ様です。すいません。お疲れ様です。ありがとうございます。また行きますんで。あの、こっち、あの、あ、これは使えばいいよ。お菓子。いや、まあ、そんなにいらない。そんなもん、どうもいらない。ごめん、どうやらいらない。会長のお菓子。私はあの配信中はちょっとあんまり語りませんので、会長に関しては。いや、今マイ切りますもん、音切る。これはオフレコです。いろんなところに大反響で、まあ、悪いことじゃなくて、いい方向じゃなくて、どう考えてもいい方向に。オフレコトークです。クイズ次やね。これ、いや、もう私一人の感じは2人を見たらあなたいんじゃないかな。あ、それつけた方がいいですね、なくさないで。結構僕も一回落としたって割れちゃった。これどこに結ぶんですか。まあ、こういうのさ、電話とか落ちないみたいな。
ガラスが今使ってるのは、じゃあ、何時間にやればいいですか。太いの。10時から12時ですか。聞いてね。影響でも。なんかさ、電話にこうやって細いのまず出すでしょ、細いの、細い糸をこういうとこから出してさ、でそれにさらに太い糸つけて、太い糸にこれつける、細いのでやるとこれ取れちゃうからね、つけてるつもりがこう抜けちゃうから、ね、もう一つほあの太いのをつけて、あの紐を買ってこいして、そうそう、太いのにこうねつける、はい、太い糸でやってください、はい、でバッグにくっつけて、わかりました、バックでこうこういうところ、あ、バックじゃなくてそっちくっつけて、はい、バックで、そういうの使ってね、カラビナがこういうの、あ、それに使ってくっつけて、わかりました、あ、まあ、大体どうすか、すいません、11が12時くらいでやる、11が12時半端でしょ、この前に人がキックしてきて、それ一番好きや、あなたできる、その前に、そう違う、今日は私中年だ、寄付、お金を寄付する、この前にこの人ってさ、その人だけどすごい、すごいいい話だと思うよ、じゃあ寄付して、向こうは過激してるらしいから寄付して、それで出てるけど、その足でこう作ってるその何ていうか、写真を見ただけで学校してもあれはカード、NPO のカード、あなたに振りかけるいや、これ、警察だっても NPO ですよ、それであなたパソコンで怒らないよ、それは私が作ったものだと思うんですよ、基本的にそういうことは、言わせたら、そういうことちょっと、この人の犯行は低い、それであなたこう好きなのは言わないけどね、今はまだちょっと大事ないですか、まだ100年ぐらいしてやるから今はまだちょっとやばいよ、言えたよ、そしたら、あの山田さんも集まって遊んでますから、そうですね、まあ、山田さんちゃんと連絡ついてる、山田さんさっきはいましたよ、あ、そう、よかった、あの文章読んでもらった、うん、いや、言ったけれども、その文章についての質問をここへ、まあ、ひっくり返してましたって尋ねてたんだけど、これはここを削ってとかやって教えてもらった、ありがとうございますって言ったでしょ、でそれからじゃあ、こっちに来ることになって、それに来た、と山田さんそのままあの、出かけるっていうか行きますって言ってたから、だから言ったよ、あ、何だったかな、こう言ったよ、その金を配りに行くじゃなくて、金を、集金じゃない、反対だ、金を、配ってくれてたんで、それで、いや、帰りには電話してくださいって電話してくださいって、そういう気になった、まあ、よくわかんないですけど、言わないんだけど、私が言わないんだけど、私は何か、私よくはわかんないです、そしたら YouTube にあなたの入れたら、それは私聞かせますから、でそれで山田さんが分断ぐらいで、声で山田さんが誰に分断ぐらいで、あなたの歌声聞いたら耳塞いで、あれだもん、言うのよ、これやめ、やらせはよせとかで、あわわって、あ、今日のやつ入れたら、いや、前からだから、そうだよ、聞かれたらあれだ、ゲーがいきなり来るから、そうだよ、殺されそうになるから、あ、そう、ひどい、よっぽど、あの人に歌ってもらわなきゃ、いや、今の話は山田さんと一緒でね、私以上に矢沢を信奉してる人で、だから私が矢沢の歌を歌うとそうライバル闘争心で怒り出す、そうだよ、いや、俺すごい矢沢の何か凄さが分かってるって言ったら、すごい
あ、会長もいや、いない。それだけ分かってる人あんまりいないから。寺島さんツイッターやってるよ。まあやっててもほとんど何も書いてないけど。寺島さんツイッターやってます。ほとんど何もない。浅井さんもなんか今日来てください。誰見てんだよ。山田さんとかって走って逃げる。山田さん。走って逃げるよ、あれ。走って逃げるの。山田さんな。なんだこの山田さんに思いっきり歌ってもらえばいいんですよ。山田さん、キャロルのコピーバンドやってたんだけど、キャロルの歌歌ってもらえるんですよ。まあ、ルキャロルの歌を歌ってもらえる。まあ、矢田の歌でもいいよ。じゃあ、ね、寺島さんがキャロルの歌を歌って歌ってほしいと言ってましたって言ってた。ああ、そうですね。キャロルの歌でいいよ。あの、来て歌ってください。しかも、もう現れないよ。ただ現れたら歌うしかないでしょ。歌ったらいいな。なんで歌わないんだよ。え、なんで歌わないんだよ。そうなんで歌わないんだよ。なんだったら俺火曜日会うんで山田に会うんで行ってきますよ。そうですか。キャラ歌ってください。寺島さんが言ってましたって。一緒に矢沢を歌いましょう。あなたはそういう誰だ。あのな、武道館一緒に行きましょう。浅井さん武道館に歌うんですか。和道さんも一緒に行きましょう。武道館、あ、行きたいっすね。浅井さんも行きたいです。昔あの横浜国際旧コニコピアのメンバー4人で行ったんで、浅井さんと私とあと2人で。横浜国際1999年何月だったか忘れたけど、10のつく日ではなかったかな。10に月つく日ってのはノープラダムの代表。山田さん行きます。ああいいよ、別に。和道さんも行くと。あ、行きたいです。いや、和道さんも全員行きたいですけど。あ、会長も行くか。会長も昔武道館行ってた。ちょっと会長も山田さんそこ好き。会長と山田さんと会って行く。私と和道さん。まあ、でも浅井さんもついて行かない。行かない、浅井さんが行く。行くか。まあ、まあ、ファンクラブ入るかな。入ったら4枚チケット買う。今年の年末もすぐ近すぎるな。いつ頃行けばいい。今年の年末行くんだから、すぐ。すぐファンクラブ買って入って、もう売り出す。それだからね、西口の前かどっかで、3人で歌った方がいいじゃないですか。西口の前で、3人で歌うの、はい、どっかでよくわかんない。私と会長と山田さんね。どっかで歌う。何を歌うの。矢沢の歌。気に入った方がいいよ。なぜ和道さん入られる。いや、和道さんと行って。俺カメラマンやりますよ。そう、私も歌えないで。あ、ただ矢沢の歌って歌えないの。矢沢はあの、まあ、まあ、でもちょっと歌えない。あ、まあ、ボンジョビの歌もそうだよね。本人でなきゃ歌えないけど。歌えない。本人でなきゃ歌えない。ボンジョビが矢沢。山田さんも、あの、寺島さんも会長もすごいですね。いや、まだ歌えないの。まだ歌える。歌う途上だよ。歌う途上、うん、歌えなきゃ歌ったら今日の歌を歌いたいけど、武道館に来る自分たちでやった方がいいな。あ、まあね、それ見ます、うん、浅井さんも合唱団やってんだから。私も合唱団やってんだから、急いで覚えますから。合唱団やってんだから真剣に歌ってさ、早くレコード出すんでしょ。合唱団早くさ、レコード私に言うてカラオケなんかやってる場合じゃないんで、ちゃんと練習しなきゃ。レコード下げて。そうだね、私に言うてカラオケなんかやってる場合じゃないんだよ。カラオケもさ、まあ、いや、だから音楽を起こしたい合唱団なり読書団でもいいよ。もう真剣にさ、やるとなったら真剣に練習しないよ。スタジオでさ、まあ、はっきり言って禁酒禁煙で当たり前だもんなもん。コロナに酒飲んでたらダメだ。いや、だからこの前もやってる最中も酒なんか飲んだらダメだし、タバコなんても絶対ご法度だからね。言ったけど、矢沢も昔はもうタバコ吸いながらさ、ライブやってたけどさ、いや、もうずっと昔に禁煙してるからね。稲葉だってもうずっと昔に禁煙してるからね。
もう真剣にその道に入った人間だから、多分さ。集めればいいんだ。そこから集めればいいんだから、早くこれ呼びかければいいんですか、これ。あとは長倉さん、ここで呼びかけてさ、あの自分の場所やるの。こんにちは。あの音楽のやってる皆様、音楽と趣味でも音楽が好きな方は、あのこれってあの現状では才能があればあるほど、仕事がないそれどころじゃなくて、才能があればあるほどこう仕事が理想の世の中に無事になりましたので、皆さん私のところに来てください。これでいいんじゃない？すいませんでした。全然全然来てください。みんなこんにちはって言ってる、うん、こんにちは。あ、みんなこんにちは。ありがとうございます。すいませんです。あの今度お目にかかりたいと思いますので、ぜひともいらしてください。すいませんです。ふわっちかキャスかやったほうがいいよ。ふわっちかツイキャスか、お金かかんないから。そうですか。ニコのままお金かかるから。じゃあどうやって追加2つやればいい？2つやればいいですか。あ、1個に絞った方がいいと思う。難しいんですか。いや、あの結局2個やるとばらけちゃうから。何があるんだか分かんない。そうそうそう、どっち見たらいいか分かんなくなっちゃうから、どっちかって決めてやった方がいいと思う。ああ、追加は何ですか。追加はね、若い人が多い。10代の人とかで、ふわっちは30代の人とか40代の人見てる。結構年齢が違うって感じなの。うん、どっちにも合う話をしなきゃいけないんですね。そうそうそう、使い分けないな、うん、使い分けじゃない、どっちもと、どっちもと、今日が話をしてた。一回でも、まあ、でもニコ生向きなんだよな。ニコ生ですごかったんですよ。もうみんなからうわアセンデル、昔すごかったんだ。すごかったっすね。一二年前は、アセンデルだけで神神神、神降臨、神神神神。もったいその動画全然残ってないじゃん。それも僕の昔と消しちゃったんで。ニコ生。ニコ生はね。ああそうか。何ですか。私が死にかけてるこれの話だろう。ニコ生ってどうすればいいか。だから竹村さんとかの知ってるっす。私は竹村さんの知ってる。竹村さんと2人で登場すればいいですか。うん、亜生さん全然ピンでいいと思うよ、うん、誰がでも良さを出す人とやったらいいと思う。でも和藤さん非常に亜生さんの良さ、僕何回でもいつでもやりますよ。ニコ生ですか。いや何でもいいから、ふわ今は俺ふわっちっていうのやつ。非常に和藤さんとのあれ非常に亜生さんだから俺と同じサイトにした方がいいと思うよ。いやだからさっきのツイキャスとふわっちをやるんでしょ。いや今はふわっちしたけど、ツイキャスやったから。ふわっちいいよ。ツイキャスやりたいの。ツイッターでしょ、浅井さんが言ってんの。いや 10代の子供たちが見てるんだ。それいいですよね。なそれはツイキャス。ツイキャスだから 10代の子供たちと30代の方々とそれで一緒に数字の話をしていることがする。浅井さんの配信見たいってほら。わかりました、頑張ります。ただしなんかふわっちの方がお金にはなる、結びつくらしい、うん、あの今5万ぐらい稼いでる。あの20日で5万ぐらいもらってる俺給料。だからそれだけ忘れてたら、ツイキャスだって10代の子供たちはそれ。お金持ってないからあそこは稼げない。お金だしお金稼ぐ仕組みがない。親分になるのかしら。配信でお金稼ぐっていうのはまあ基本無理だったのが、フワッチによってなんか解放された。じゃあ全くあれだ、10代とか10代だ、これどっちからも金もらえないから。10代だから、だからこれで、ね、金もらう方向はアウトになる。でもね、浅井さんね、ツイキャス受けないと思うんだよね俺今ね。ツイキャスね、もう5000人ぐらい同時にみんなやってるから埋もれちゃうの。5000人、そう、もうライバルがいっぱいいるから。若い子と若い子が話してる方が多いから、浅井さんは絶対ふわっちの方がいいと思う。いやどうかな、今やるんだったら30代からさ言ってもらえばいい。まあでも10代の人も見てるよ、うん、フワッチがいいってみんな言ってるだから。フワッチがしてる、フワッチやろうって。フワッチやろうしてるね。フワッチの方がいいと思うよ。誰が言ってんの。組田。ほら浅井さん、フワッチだとこのようにアイテム、ほらバーガープレゼント、ありがとうございます。バーガーこれがお金になるの。こうやってバーガー、ハンバーガー。まあいいや、じゃあ10代のこと30代の、10代のことは話したい。一緒に話す。
でも10代のこと話したいっていうよりもお客さん選べないから人が来るところでやった方がいいので、ツイキャスでやっても人来ない、正直。30代になっても一般的な話にならない。だから一般的な話をするっていうよりも見てくれる人が0人になっちゃうから、誰も見ないよりも浅井さんのことみんな知ってるからふわっとしたと見に来てくれるから。もう一遍にやるよ、10代とか30代とか。分かった、キャスやりたいの。やったらいいの。じゃあ和藤さんの、ね、本当にいいよ。1週間に200回やってる、毎日やってる。俺は毎日やってる。毎日できれば毎日30分1時間ぐらいやればいい。あ、分かりました、はい。30分でいいと思うよ。はい。初見さんいらっしゃい。面白かったらフォローしてください。ありがとうございます。コメント。非常にあのボケとツッコミっていうか。誰かのせい、誰かの喋んなきゃダメ。で、一人でもいい。一人でもいいんだけど、一人でもいいけど、和藤さんとかとやるのは非常にいいと思うよ。誰かとやるのはいいこと。いいところを、お互い引き出す。山田さんに喋れますか？山田さん喋らせますか？そういう、なんか山田さんダメなんで、小池さんに喋りますか、いろんな人が出た方がいい。わかりました、まあ、慣れ合いじゃなくバチバチやるのもまたいいんだけど、慣れ合いじゃない。山田さん喋りますか、カメラの前で。喋りそうだよ。喋んない、あんま喋んない。でも喋る。私じゃない。喋ってもらう。喋ってもらう。時間はない。時間はない。だって和田さん、和田さんのお気に入りな、お気に入り。どうしていいの？みんな見るって。みんなふわっとしてここでやるんだったら見る。カメラの方が作るっていうの。あれだよ、今日帰り浅井さんに設定してあげるよ。仕事がね、やり方を教えたんですよね。パソコンあるんでしょ。まずまず自分でやってみて、それからできなかった。いやいや、まあやってもらった方がいいよ。まあ初めからやってもらった方がいい。やり方教えるよ。こうやってここを押してこうやってやるんだよ。してる時間がもったいない。紙書いてた。初めやってもらって、だそれで後で自分でやってみるでいい。あ、そう。まあいい、まあいい方がいい。まあ朝から自分で全部やろうと思ったら、みんないつまでもできないから。すぐやってやってもらって。できないと思うよ、朝井さん。ここのボタンを押してこれを押すと始まるよっていうところまで。これだってセッティングすごい難しくて、こういう、あ、難しいっすよ。こういうの全部設定しないといけない。内蔵だとこういうカメラのボリュームであったりとか、でこのソフトウェアフラッシュメディアとか入れないといけないし、今画面映ってないけど、そのこの録音機能はどのカメラのどの音使うとかを設定しないといけない。裏側やってもらっておいて。あれ、自分でやろうなんですけど、もうやってもいいな。わざわざ初めてやろうって、本当に時間かかるよ。だからボタンを押すだけで配信できるようにするから。一回やってもらって、やってもらって。で、これにじゃあ、そしたらもうできるから。もし他の人に、小池さんなりなんかに、あとフォローしてもらいたいんだったら、和藤さんにやるときに小池さんとか一緒にいてやった方がいい。まあ、いないんだ、始まりじゃなくて仕方ないけど。ちゃんとだから、そういった面を、これからフォローしてもらえる人とに、まあ、和藤さんと一緒に話聞くんで。まあ、いなきゃいなくて、朝日さんだけで聞く。小池さん呼んで、和藤さんに来てもらって、それで話してもらってるうちに、小池さんは分かる。そう。分かりました。そういうことで。で、小池さんが来ないんだったら、もうただ和藤さんにやってもらうしかない。あ、でも最初の1回だけだから、でも決められてるところを押せって言うんだ、それは。そう、ここを押したらもう始まるよっていうところまで。だ、間違ったところは絶対押さないよ、だって間違いよ、怖い。あとさ、ツイッターさ、ちゃんとしてもらうんだって、ちゃんとしてもらったらいい。あ、ツイッターのなんだっけ、ツイッターのアカウントに関して、浅井さんはなんかあるでしょ。いや、ツイッターの、ヨドバシに行ってなんか言われたんでしょ、ヨドバシか山田で。ヨドバシに言うと、浅井さんアカウント何個も作っちゃうから、どれがどれだか分かんないよ。ヨドバシでなんか和藤さんの、教えてもらってください。そしたら、これも。いいよ、全然教えろ。じゃあ今日行くよ、俺。多分分かんないけど、私の方に、和藤さんの Google アカウントがなんかってひっついてるんですよ、多分。いや、ひっついてないです。違います。何言ってるのかな、ヨドバシの人は。くっついてないね。和藤さんのアカウントとこう紐付けられてないんだ。
もう付け、メール、メール、あ、いや、違います、違います。何でも問題ないじゃん。っていうか多分、あの、YouTube の作っていただいた、あの、寺島さんに作っていただいた YouTube のアカウントですよ。紐付けの。なんで、まあ、山田電機でしか何言ってるのか私わかんないから。今日、浅井さんち行くよ。この後、俺歩きだから遅れていくけど。そうですか。うん、そしたら、あの、浅井さんのうちにこれぐらいの同じようなパソコンがあるから、はい、一番新しいやつ。はい。それ配信中も使えると思う。じゃあ、寺島さんも来ますか。あ、行っていいんだって行くよ。行っていいんだって行くよ。私、行く的やるんだよ。来んなっつって。いや、行きましょう、行きましょう。来んなとか帰れとか言うからだ。帰れ。来ていいって言うんだって行くよ。空き缶です、帰ってくよ。来ても何も話すことはない。じゃあ今日はこのまま浅井さんの家に行くことになりました。浅井さんを渡す、いらっしゃい、話に変わりましたよ。一回ね、ニコ生やってる時に浅井さん一回だけね、みんな見に行ったことあると思うけど、浅井さんの家見るの初めての人多いかもしれません。行きましょうか。そしたら窓さんと浅井さんは一緒にだ。わかりました。わかりました。電車で行きますか。ごちそうさまです。皆さんごちそうさまです。それじゃ、またあの浅井さんの。浅井さんの家、最寄り駅ありますか、あそこ。大丈夫ですか。大丈夫。はい。いや、まだ会計してると思います。はい。じゃあ、私は電車に行きます。いや、歩いて30分ぐらいです。ありがとうございます。ごちそうさまです。ありがとうございます。どうも。ありがとうございます。はい。電車で行くから。はい。どうもありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございます。ありがとうございます。室井さんいや、大ことじゃないよ。深い山です。意外にね、言いづらいですよね。あ、いいよ、先自転車で行ってね。俺家わかるから、浅井さん。よし、僕歩いていきます。はい、じゃあまた後で。はい、どうもありがとうございます。どうもです。浅井さん、じゃあ家いるっしょ。 OK、 じゃあ後で行きます。いいっす。浅井さん、お疲れ様です。今日はありがとうございました。お疲れ様です。すごいね、みんなありがとう。累計閲覧4000人超えました。初めてです。ふわっち来てから累計閲覧4000人超えたの初めてです。みんなありがとう。今日リスワン狙えるかな、取れるかな。みんなで一緒に撮りましょう。ありがとう。俺の放送基本的に面白くないよ。普通になんか台本とかやらないから。いやー、ありがとうありがとう。次の目標5000人だね。4時間で5000人いったらもう大手の仲間入りっしょ。頑張ろう。ありがとうございます、たくさん。頑張ろうね。一緒にね。ふわっち来てから流れいいね。のんたんと出会ってからすごい流れいいんだよね。あげまんだな、のんたん。え、マジで思わない？みんな。のんたんクソあげまんだと思わない？俺結構ガチでね、こんなあげまん付き合ったの初めてかもしれないわ。のんたんと付き合ってからすごい伸びがいいね。配信が急に面白くなった。ふわっち来る流れ作ったのものんたんだしね。神回っていうかさ、流れが良くなった。空気がそう、神回はまだ起こってないけど、すごいね、ゆっくりゆっくりなんかこう、うん、やりやすいというか。のんたん神だね。のんたんすごいよ。浅井さんの言ってること全部わかるからね。
リス、後で行きます。あ、お疲れ様です。なんかね、流れがいいんだよ。浅井さん半袖、今日暖かいもんだって、東京。全然半袖で行けるよ。今日は暖かい、超天気。やっぱね、でもね、昔から思うけどね、継続は力なりとね、やっぱね、ほんと努力に、継続に勝る努力はないよ、ほんと。辛い時期でも何でも諦めたらそこで終わりだからね。最後まで踏ん張ったやつが生き残るんだよ。俺は配信で食っていくまで諦める気ねえよ、ほんと。結構意地っ張りだからね。一個だけブレないタイプだよね。やり方とか方向性とかどんどん変えるけど、核になってる部分は絶対ブレないっていう。おー、マチルダいらっしゃい。大事だよね。継続だよね。いつチャンスが来るか分かんないから。ノンタンにそれ言われてんだよね。ずーっと辛抱強くやってればチャンスは絶対巡ってくるって。神回なんて絶対起こるから。ただ辛抱をしないで逃げてったやつは全員はリスナーが忘れる。だから毎日毎日淡々とこれだけ外配信とかやったり長時間配信やってたら絶対何か起こるから、その時にスパークできるかだよって言ってた。なんか結構ノンタン配信に敏感な子だから、過疎の人でもなんか目つけたら大手になるんだって。ジンクスがあるんだって。私がこの人だって言って仮想配信者を追っかけてる人は全員大手になったんだって。和道さんも絶対なるよって、その傾向があるって。ただ神回起こそうとかはやらなくていいっていう、そのトークスキルとか上げようとか余計なことしなくていいっていう、簡単とやってその時が来るのを待てって言われたもん。そしたらリスナーさんは再評価してくれるっていう。そうそう、結局人が集まるようになったら評価なんて変わるから。本当についてくれる リスナーさんは別だけど、ワーキャーワーキャー言ってる大手のリスナーなんて配信内容なんか見てないで、人が集まってるから見てるだけだから。人が集まったら大手だのすげえなのもてはやされるだけで、そんなん気にしなくていいよ。ただね、ノンタンからね、一つ手厳しいことは言われたけどね、なんかもっと金にがめつくならないとダメって言われた。和道さんのところはアイテム投げる人少なすぎって怒られた。もっとその辺香川さん見習えって。ナマポが多すぎるってズバッと言われたもん。和道の放送はナマポが多すぎる、もっとでかい層をつかみなさいって怒られた。ギクッとしたやついっぱいいるだろう。多分今120人のリスナーの中でギクッてしたやついっぱいいると思う。悲しい現実だよね。タバコ吸おうか。あと、もうアンチなんか相手にしなくていいよって、速攻ブロックでいいよって言ってた。あんなのフォローもしないし、テンション下がるし、金は落とさないし、アンチなんかもうほんと速攻ブロックでいいよって。2秒ブロックで。もう一言も返さなくていいって。あんなのにかまってるだけ時間の無駄っつって。ゴミだと思ったりさ、速攻ブロックしなって言われた。ワノさん優しいから、なんか、一人一人向き合ってるけど、みんなのテンション下げるだけだから。ゴミと関わるとゴミになるよって。結構的確なアドバイスだよね。
初見さんいらっしゃい、サルスさん。風船ありがとう。楽しんでってください。楽しかったらフォローよろしく。お、フォロワー増えた。紹介します。新しいフォロワーさんです。あずささんいらっしゃい。あずささんいらっしゃい。バーガープレゼントありがとう、マスター。石野ぐらい思い切った感じでやるって笑える。ん？タバコくださいよ。いらねえから、金払わねえやついらねえから。消えろ、クズが。マジこんな配信なかんね。4時間ぐらいずっと言ってんだよ。消えろや。金払わねえやつ俺と関係ねえから。いや、アンチがいるから囲いが湧くっていう考え方は嘘。それは表面しか見えてないだけ。要は、500人とか、アクティブが500人、1000人になってくると、もうコメント読まなくてよくなるの。人が多すぎて。だからアンチがいいよ、聞かなくなるから、ほったらかしてるだけだよ。最初のうちは邪魔だから、ゴミは排除していかないといけないけど、アンチを泳がせてるだけ。ほっといてるだけ。そう見えるだけなんだよ。実際やってみないとわかんないよ。それは、配信者側の目線と、リスナー側の目線って全然違うから。で、ノンタンは、その、なんつうの、大手配信者と付き合いあるし、ニコ生立ち上げの頃から見てるから、配信者側からも見れるんだよ。それがすごい。フォローありがとう。サラスさんフォローありがとう。これは言えると思うね。アンチがいるから囲いは囲いたくなるっていう心理はある。囲いが生まれるんじゃなくて、アンチが出れば出るほど囲いの力が強くなる。好きな人が叩かれてるのを見たら、何なのこいつってなるじゃん。まあ、反論が生まれるんだよ。カメラの前だと何も喋れなくなる自分。いや、そういうもんだよ。だからカメラの前に出た時に余計喋るやつは配信向いてると思う。カメラが映った時ほど喋るやつっているんだよ。そういうやつが配信向いてると思う。カメラの前で何も言えなくなるっていうのは普通だと思う、俺は。同級生とかにいなかった？なんかテレビとか、テレビクルーとか見るとテンション上がって出ようとするやついたでしょ？舞台、ステージがあると立とうとするやついたでしょ？そういうやつが向いてると思う。でも一番本物なのはカメラの前でも、その素の時でも変わらないやつが無敵のやつだと思ってる。本物。俺は本物になりたいんだよ。だカメラの前でも変わんないもん、俺。常にワードですから。ワードは、スターですよ。矢沢永吉とかね。潜ってたんだ。全然配信はコメント打った方が楽しいよ。潜らないでね、コメント打ってね、ああだこうだ言ってた方が絶対楽しい。緊張するよね。これはもう別にカメラ回ってようが、人に見られようが全然大丈夫だ。本当は和藤さん金持ちでしょ。いや、昔金持ってましたよ。そこそこ、月50万くらい不労所得、40万くらいか。月40万くらい不労所得あったし。バリバリ仕事やってたんで。読んでる雑誌もね、レオンとか読んでたしね。全然、今、もうほんと貧乏人っすよ、僕は。昔は金持ってたもんね。だって、あれでしょ、革ジャンリスナーさんからもらったこれいいやつだけど、ユニクロのジーパンと、ユニクロのパンツと、あとあれだよ。コンビニで売ってる T シャツだよ、これ。600円ぐらいの無地の。ファミマで売ってる T シャツなの。あ、行ってらっしゃい、クミタン。また後で。そうだな、旅配信の途中でハーレー買いたいな。それかっこよくない？
旅配信やってる時にさ、もうぐるーっと回ってさ、北海道とか着くじゃん。ちょっとリスナーさん、ハーレー乗りたいわ、つってハーレーさ、ハーレー分風船もらえるとかかっこいいよね。花火とか。そういうなんか、所ジョージみたいな乗りでやりたいんだよね。そういうなんか、大人な冗談が通用する世界を作りたい。ちょ、ハーレー配信したくないっつったら、おう、やろうぜ、つって。金持ちがバーンって、みんなで割る乗りで。いいよ、500円出すよ、と言って。あ、じゃあ俺1000円出すわ。そういうノリが楽しいね。そういうの好き。なんか、その、ぶっちゃけた話言うと、なんでそんな金してないじゃん、俺。ぶっちゃけた話言うよ。金なんか後から絶対ついてくるから。余裕で。金、目先の金で動いてるやつって小さいことしかできないんだよ。金はね、絶対後からついてくる。でかいことやろうとしてるやつが金してたら何にもできないから。だから金の話するやつ嫌いなんだよ、俺。志が低い。風船ありがとう。だってさ、風船って1円なんだよ。で、みんなアンケートに答えたら1円誰でも作れるわけじゃん。風船。だから和道の放送のためにアンケート1回やって1日。で、風船1個プレゼントするだけで4000人が全員それやったらもう4000円手に入るんだよ。でしょ？だから、あれなんだよ。人の力とか数の力ってそういうことなんだよ。でっかいことやろうとしたらね、そういうね、でかいパワー作んないとダメなんだよ、先。金は稼ぐことできても人の信頼とかフォローとかしてもらうことの方が実は難しいんだよ。人の心を動かせる人間の方がね、実は能力持ってると思う。それはすごい難しいことだから。だから配信者ってタフなんだよね。人を引きつける力があるんだよ。彼氏がしゃぶ中で辛い、嘘ばっかりついてやめてくれない、死にたい、別れた方がいいね。他人と過去は変えられないから。他人と過去は変えられないけど自分と未来は変えられるから。別れた方がいいよ。他人を変えようっつうのは全部自分に返ってくるから。その人はしゃぶやるような、やる人生だったんだよ。でしょ。そういう人を好きになっちゃったんだっていう自分を責めな。そう。嫌い、その人は辞めないから。その人が辞めたら付き合うっていうようにしないとダメだよ。それは甘え。他人は絶対に変えられない。だってあなたがシャブ辞めてっつっても辞めないってことはシャブの方が好きなんでしょ。それを受け入れなよ。男のいい男なんか5万といるよ。それ辛いように聞こえるかもしれないけど真実だから。いい男もっと外に目向けな。シャブやってない男5万といるから。日本人はシャブはね200人に1人、200人にやってんだよ。もう死んでも解決しないよ。死んでも解決しない。幸せになるために生まれてきたんだから、自分から不幸になろうとしたらダメよ。死んだらダメ。死んだら終わりだから。
今からどこ行くの？いや、浅井さんの家に行く。なんか浅井さんがふわっち始めるらしいから、神様の、神の家に行くね。聖地に向かってる、聖地。メッカに行く、メッカ。誰かに聞いてほしかった。誰にも言えず苦しかった。ありがとうございます。何でもいいなよ。うん。困ったことがあったら何でもいいな。何もしてやれないけど聞いてやることと、うん。アドバイスしかできないけどね。自分の人生決めるのは自分だから。うん。なんか困ったことあったら何でも言って。力にはなれるかどうかわかんないけど、気が晴れるかもしれないよ。浅井さんって言って神様だね。うん。空き缶拾いで1日2万円ぐらい稼いでる。神様に会いに、女性、女神様だね。まあ、さっきまで一緒にいたんだけど、ひげさんいらっしゃい、シビリオンさん、ありがとう、コメント。楽しんでて。もし面白かったらフォローしてね。よろしく。ワドです。楽しんでってください。バッテリー持つかな、今日。そう、バッテリー充電タイムで一旦俺も家行かないダメだな。バッテリー残り55分だから、浅井さんの家行ったらパパッと設定して、そこ家行こう。あそこのカレー屋うまいんだよ。カーリー屋。ベジタブルカレーがすげーうまいの。浅井さんに教えてもらってね、よく通うようになって、職場にもあるんだよ。職場の近くにもあって、昼飯たまに食うんだよね。アーリア美味しいよ。お、新しいフォロワーさん紹介します。フォローありがとうね。フォロワーさん。お、570人目のフォロワーさん。シビリオンさん、フォローありがとう。一緒に世界旅行しましょう。世界旅しましょう。世界もあるんで、まずは国内から。新しいフォロワーさん、私も朝町内で美化運動してきました。いいね、いいね。大丈夫よ。自分が住んでる町に愛着湧くかんね。ていうかね、ふわっちね、ニコ生と違って充電の持ちがいいわ。4時間配信に1個のバッテリーで耐えたもん。そこがすごい。こんだけ高画質で、音質もこれだけいいのに、4時間耐えたね。ニコ生ソフトいっぱい立ち上げるから。いや、4000人超えは嬉しいな。累計4000は大手でしょ。気合入ってくんな、マジで。みんなのおかげで、配信者としての自信がマジで戻ってきたよ。マジで戻ってきた。ありがとね。すごいよね。早くね、アクティブ500ぐらいに戻りたいね。アクティブ常に500切らないようになったら、多分、1年前の自分に戻れた感覚はあると思う。そっから先は大手でしょ。アクティブ1000、アクティブ2000、うん、アクティブ500いくようになったら多分食えると思うんだよな。食ってけると思うんだよな。
あと5倍。あと5倍。まあ大丈夫っすよ。いけるっしょ。すごいよな。あのさ、レクシーさ、あの、個別の11人のクゼ思い出さない？クゼ。俺ね、ネット配信やって常にイメージあるのクゼなんだよ。そう。常に脳にアクセスしてて、要は生放送やってるわけじゃん、あいつは。自分の目のハッキング、自分の脳内の情報を全世界に発信して。今100人が常にアクセスしてんだよ。やばくない？やばくない？クゼでしょ。ニコ生立ち見絵はちょいちょい出てたから、アクティブ500以上はあったんだろうね。600、700ぐらいだろうな、多分。あれは楽しかったよね、もう。本当に。もうコメント一個一個絶対読めないもん。雰囲気を感じ取りながら配信するだけだよね。あそこまで行くと楽なんだよね、もう。客が温まってる状態っていうか、常に。ねえ、よいよね。今はさ、一人一人との掛け合いをやっていかないといけないんだ。そう。だから喧嘩とかになるけど、あそこまで数増えたら、もう、なんとなく怒ってる人多いなとか、あ、笑ってるなとか、そう。やりやすいよ、ほんと。今、下積みだよな、下積み。でもね、多分ね、そんな遠いぐらいじゃねえぞ、アクティブ500。多分ね、うまくいったらね、今年のね、末ぐらいには多分そうなってると思うよ、俺。俺の予想だけど、感覚もうあるもん、自分の中で、あ、いい感じだなっていうのが、今乗ってるなっていう、それがね、どん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 加速していってる感覚っていうか、乗ってるんだよね。まあ風でね、うん、交渉したらいいよね。このなんか流れをキープして、さらにでかくしていきたいよね。15万かけたら旅配信で仕事辞めるんですか？仕事辞めるね。うん、旅してたら仕事できないから。いいっすね。いや、ブルさん本当ありがとうございます。ブルさん本当、あれっすよ。ブルさんのおかげでも ありますよ、正直。今、僕のサポーターランキング2位ですからね。ありがとうございます。ありがとうございます。ブルさん、いつも支援、本当に、ありがとうございます。おかげで太ももがバキバキです。あざーす。いや、ぐいぐい来てるよね、本当。いや、どこでもやるよ。これはリスナーとの約束だから。マジで太ももがいい感じにビルドアップしてきたから、運動神経解消されて、多分蹴り重てえぞ、今。毎日結構スクワットしてるからね。うん、やるでしょ。いや、やるやる、うん。なんかそういう定番ものみたいなのを作ってった方が、配信って面白いじゃないですか。なんかここで花火ぶち込んでやろうみたいな。ここで一発空気壊してやろうみたいな、リスナーさんのそのいじりポイントみたいなのを作りたいんで、どこでもやりますよ。これはもう自分で決めたことなんで、和道ルールなんで、和ゼミルールっす、和ゼミルール。リスナーさんの気持ちに応える感謝のスクワット。ネテロ会長みたいでしょ。ネテロ会長の感謝の政権付きみたいな。そのうちね、スクワットだけで配信終わるくらいの配信者になりたいよね。みんなで月末スクワットで追い込もうみたいな。そうそう、ワゼミルールその1。そしたら神の家に到着しましたよ。スクワット配信いいっすよね。
あら、浅井さんの家どこだったの？どこだ？あったあった。前職は何ですか？前職社長とかですかね。ネットワークビジネスとか。ここだったっけな。浅井さん。はい、どうぞ。お邪魔します。個人事業主ですね、前職。電波ある？見えてたら手を挙げて。あれ、ギターある。浅井さん、ギター持ってんの？お邪魔します。どうぞ。どうも。どうも。浅井さん、早いっすね、やっぱ。はい。どうですか、パソコン。本来のパソコンがね、分室やるのなんかないじゃん。どれメインパソコン？これだと難しいっすね、このパソコンだと。これじゃないじゃん。これじゃダメっすね。いいのが用意したばっかりのがなくなっちゃって。え、なんでなくなったの？パクられたの？まあ、なかった、そういうこと。誰かにパクられたの？甘いからね、浅井さん。甘いって。甘すぎるから。甘すぎますよね。金のない人間がさ、どういうことかっていうのさ、どういうこと？これ売れるなと思ったらさ、うん、あ、見えてる？大丈夫？ほら、浅井さんの書いてる歌の量すごいよ。てか、なんでこんなさ、64のコントローラーが3つもあるの？浅井さん、64とかゲームやるんだ。いや、やらないよ。やらない？なんで64あんの？いや、拾ってきたの、これ。すげえな。いや、でも昔のすぎて、ほんとダメですよ。これ全部歌でしょ？もう段ボールの中も。浅井さんの作詞がいっぱいある。そう、作詞じゃないよ。64拾ってきたのこれ。これ、あれじゃん。売ればいいじゃん。バザーとかで。浅井さん、このパソコン古すぎる。それだ。これじゃ配信できない。これね、これに入ったんだ。これじゃ、これに入ったんだよ。だからないでしょ。新しいパソコン何？だからもうパクられちゃったんでしょ？いや、この下。いや、ないよ。それ DVD、DVD。パクられちゃったんだよ、浅井さん。お人よしだから。まあ、あんなもと何千にしか売れないもん。本当にないの？ない。なかったらないよ。なかったらない。そんな甘いで。盗まれちゃったんだよ、たぶん。ほんと持ってちょっと売られでしょ。売られちゃったでしょ。まあ、5000円ぐらいで売れるだろう。うん。5000円ぐらいで売られちゃったね。いや、信じがたいっていう。信じがたいって。人が安すぎるんだ。あれ、それは？あった？ほら、あ、それだ、それ違う、それ古い。これ、え？それも古い。いけない？いや、それ古いな。それでやるんだったらこっちのがいい。そう。こっちのが、CQ 性能。あ、重たいな、ちょっと古いか。それはあんまり CQ 性能良くない。こっちのがまだ CQ 性能、ね、いいと思う。これギリギリ、ちょっと古いっすね。それよりこっちのが、なんとか配信できない。で、これでもあのカメラで撮った動画再生できないから。あ、動画再生できないスペックはちょっと厳しいっす。厳しい、うん、そうしたらないよ。あのパソコンだったらよかった。甘すぎんじゃん。ちゃんとさ管理しなさいよ。もういい加減。袋の中に入れておこうかんなのさ、関係ないよな。パソコンもらいましたって言ったら、そんな甘すぎんじゃん。甘いよ。甘い、ほんと甘い。お人よしだかんな。弱ったな。弱ってないよ別に。それじゃダメですか。ちょっと見てみる。まあギリギリできるかなと思うけどね。だからツイキャスだったらできるかもしれない。ニコ生だったらできないというレベル。ニコ生は多分無理ですね。ツイキャスだったらいけるかなっていうレベルかもしれない。ふわっちゃん、まあ、やってみないと分かんないって世界。カメラはあ、これか。はい。買ったんだ。テレコンか。画質は下がっちゃうかもしれないけど、まあできるし。でも本当はちゃんとさ管理しっかりもうした方がいいよ。しっかり信用しすぎてさ、うん、ここさ町、そういう町中のさ住宅なんだからさ、鍵かけるの当たり前だよ。町中の住宅なんだからさ、高級会社の社宅のさ、広大な敷地の中一角の社宅とかじゃないんだから。浅井さん、パソコン盗まれちゃったっぽいっす。ウェブカメラあるね。バッファローのなんか、多分1000円ぐらいのやつかな。うん。買ったっぽい。
残念です。スクリーンでも配信できるパソコンあっても。阿瀬さん見てみるから、まあ落ち込まないで。うん、てかこれ Windows、これなんだ？いくつだ？7。これ10にバージョンアップしないの？しない。しないですか？なんでですか？いや、基本10はあまりにも、うん、評判良くない。なるほど。基本10はしない。これスペックどこで見るんだろう？スペックはマイコンピューターから。マイコンピューターからどうだったかな。コンピューター、コントロールパネル、コントロールパネルかな。あ、コントロールパネル。うん。まあ、CPU はコアツーディオだから。はい。まあ、ギリギリかな。コアツーディオ。無理だ。いや、そんなに悪くないですね。ハードウェアとサウンド。一応アイゴのパソコン用意してあったんだけどね。iGo のパソコン、i5。i5 あればもう。i5 は全然大丈夫。それを用意してあったのに。うん、ないってことだ。まあ、浅井さんはしょうがないよ。もう、パクられちゃったもんは。で、別に、大丈夫だから。あんなのさ、まだ新品とか買ってるわけじゃないから。これ、ネット繋がってるんですか？いや、繋がってない。新品買ってるわけじゃないから。そういうことで全然いいっすよ。うん。1万ちょっとで買えるから全然いいですよ。そんな安く買えるんですか？買える。ヤフーオークションで1万5000円もあれば十分に iPhone のいいパソコン買える。2万円も出したらもう十分すぎる。あれも1万3000円ぐらいのもんで。いいよ。その代わりまたさ、用意するのはやぶさかじゃないけど、ちゃんと管理することだね。人を信用しすぎない。誰でもフリーに入れるようにはしとかない。なんで当たり前のことをちゃんとしっかり言う。なんか人に対して、甘すぎ。甘すぎ。人に対して甘すぎだよ、うん。気づいた時で天国にいてましたってことになるよ、ほんと。そんなに甘すぎると。本当に。まあ、その、お人よしなところが浅井さんの魅力でもあるから難しいですけどね。大丈夫なの？いやまあ今のところ大丈夫だけど、浅井さんこれね、ブラウザが立ち上がらないレベルだわ。ダメブラウザが上がんないですね、クロームが。ちょっと厳しいなこれじゃ、うん、じゃあパソコンを新しく買ってくればいいですね。そうだね、はい、うん、厳しいな。厳しいですね。ダメだわ浅井さんこれ。あ、残念ですね。ダメだわ。なんかもう電源落ちちゃったもん、勝手に。あ、電池が入ったのかな。単にこれ電源が。いや、電源ついてるんですよ。ただそれシャットダウンしちゃった。あ、そう。多分これダメですね、これが。電源。ダメ。浅井さんの配信、あ、いて。浅井さんの配信者デビュー。ちょっと、今度になりますね。スマッシュブラザーズとマリオカートとか激アツなんだけど、これ。ちょっとやりたくない？マリオカート64とさ、スマッシュブラザーズ鉄板だよね、これ。何これ、月刊秘伝って何これ、浅井さん。それは武術の雑誌だね。浅井さん武術やってるんですか。それ山田さんにもらった。山田さんこれ読んでんだ。読んでない。何これ。あ、会長武術。いや、これ、読んでる。この人左手がぶっ壊れてかわいそうだね。これ左手ぶっ壊れてる。あ、そう。アセイさんギターあれ弦張ってる。台湾の人。弦張ってる？ギター。いや、ギター。あ、なんかちょっとダメな弦なんでだ。いやだから、パソコンから気を出す話で、それ左手にこれ左手が気が出てないって話。これまだ立ち上がんないな。はい。左手が壊れてるから左手これ。左手これ。気が出ないから、隣の部屋。誰も今借りてなくて、そのうち浅井さん借りて。だから、なんだ、彼女そこに住んでもらう。ああ、っていうか、彼女と一緒にね。ていうかさ、なんで人の彼女と一緒に住もうとしてるの、浅井さんは。それがよくわかんないんだけど。まあ、嬉しいんだけどね。彼女ほら、メンタルあれだから、浅井さん心開いてるから。うん、彼女のなんか才能多い見込んでんじゃないですか。もともとたまびで絵描いてたんですよ。大学院に行って。画家なんですよ。なんか、浅井さんが。
一応まあ電源、電源で。あ、つきました。でも、なんかあの、あれがつかないですよ。クロームが、ブラウザが。あ、クローム。クロームさんに上がってくるのに時間かかるんじゃないか。多分、クロームが立ち上がるの時間かかるぐらいだと配信多分もう。あの、いや、あの、初めはあれなんだよ。アバストとかアビラとかあの辺、アバストがこれ時間がかかるんだよ。アンチオイルソフト。アンチオイルソフトの影響で、多分ね、あとか、また余計なマカギーとかもなんか覚えてない。パソコン強いですよね。いや、もともとそういう会社にいたから、それは、あ、そうなんですか。基本的なことは分かるよ。へぇ。基本的に、もともとそういう会社にいたわけで。で、あの、パソコン、最後の仕事はパソコン利用者のサポートやってたから。あ、そうなんですか。そうそう、最後に。もともとはシステム開発の方だ。はいはいはい。だから、なんか、まあ、強いなと思ってたもん。ある程度。次役見に来てね、残り5分で自動的に落ちます。まあ、なんとか、なんとか。四日間配信ありがとうございました。なんとかこれだって言ったらそんなけど、ニコ生は、まあ、多分無理なんだと思うけど、とりあえず、感じたツイキャスバッチはギリギリいけない。まあ、力いいっすか、まあ、パソコン、それさ、ちょっとさ、あの、もう、ここちゃんと管理しないんだったらさ、ちゃんとなんかこう、ある程度のもう、浅井さんに渡すなんてことできないよ。うん、鍵はかけてるんですね。鍵は絶対かけないと思う。でいない時に信用できない人をただいさすってことはしない。勝手に帰っていたとかそういうことはしない。うん、先にその人に出てもらってから浅井さんが出ていく、うん。もうそれしないんだったらもう。小学生じゃないんだよな、それいや、でも本当は。ちょっと待って、ほう。うん、お疲れー。浅井さんちょっとしょぼくれてんじゃん。だってそんなこと言うんだろ。浅井さんがしょげてんのかわいいんだけど、初めて見たんだけど、見てみんな。しょげてる浅井ゆき子。一応浅井さんですから、パソコン詰められてしょげてるっていう。パソコンパクられて詰められてしょげてる。浅井さん。いや、そんなことはないよ。なんかの間違いでしょ。なんか間違いですね。はい、パソコンパクられてないの。そうです。ちゃんと探してる浅井さんどっかさ。うん、整理が悪いからどっか見えなくなってるわけだから。いや、多分。はい、どっかに、さあ、あるんです。だから大丈夫です。どこで大丈夫です。大丈夫です。何もなくなってもいい。iPhone がなくなった時にはさ、そう、iPhone、さすがにどっか見えなくなってるだけだと、確かに出てきたよね。人のせいにしてたくせにしてたら、実はあったでしょ。パソコンはさ、そんな、見えるでしょ、さすがに。見えないとこに隠れるなんてことはないと思うけど。どっか自分の記憶でどっか置いた覚えない。そのうち現れる方いいでしょ。今度なんか Windows 7 PC 修理とかなんかマカフィン変なの出てますか。あ、これなんかあれだね、なんか変なあれに入れてるな。ウイルスにやられてるな。やられてますよね。これなんかこのパソコンの浅田どっか見たりした。なんかウイルスにやられてるよ。なんか浅井さんしょげてる。これなんかこのパソコンでどっかいろいろ見たりさしてないと思う。ちょっとそのインターネットつないでどうやってスイッチを入れるか分かりません。あ、充電落ちた。ああ、ついてるからよかった。みんなが浅井さん大好きだよだって。いや、パソコンはあるんです。大丈夫です。大丈夫、ある。そのパソコンあるの。で、今は出てこないんだ。うん、いや、今はもうどっかにあるでしょ。じゃあ今あんだと少しかにやっちゃったもん。ワードさん設定してもらわなきゃ。ちょっと探しきれないよ。このパソコンちょっと厳しいんだから。探しきれないの、うん、このパソコンちょっと厳しいんだって。ワードさん今ちょっとこの明らかにこのウイルスにやられてるからこのパソコン病気あれを直そうと思ったらちょっと時間がかかるから、うんうん、まあこれ一回私も持って帰ってそのウイルスなんか消してこようか。簡単、その10分20分で消えないからあれ、うん、あれ出たら、まあ、1時間2時間でかかるから、勝手にそういう削除するあのソフトウェア動かしておくだけだけどね。これ、うん、スペック どんな感じですか。ちょっとブラウザでふわっち覗いてみてもらってもいいですか。それで見れるんだったらまだ希望があるかなとか思うじゃん。僕は普段クローン使ってるだけなんで、ファイアフォックスとか2ですね。
そういうのあんだね、任天堂64。今日これ拾ってきたね。拾ってきた。捨てたんですか。そう。お金売った僕は売れない。電波ねえな。ん？ならない。まだ100円とかでしょうね。いや、ゼロだって。ゼロか。まあ古いもんね。売れると思って。チャーハンに聞いたら黒いのがいったら大丈夫ですだから拾ってみたらここ黒くてもダメですって言われた。携帯電話でも配信できるんだけど、ちょっと携帯電話パケットで10万円とか請求来たら嫌だからおすすめしない。配信って重たいから。これでやっ、あ、これあるんだったらこれ、あ、これで Wi-Fi 繋いでもいいです。でも、浅田さんに繋がってる繋がってないの多分制御は厳しいからやめておこう。ですよね。繋がってる、繋がってなくて、莫大なお金が後で請求してされるっていうのが、もう浅田さん。目に見えますもんね。新しいパソコン手に入れましょう。そうね。ダメだな。これで、まあやったらまた、やってる最中にいろいろトラブル起きてた。ああ、ちょっと難しい。ちょっとどっか覗いてみてもらっていいですか。大変なことですね。見れるかな。見れなそうだよ。左ゆっくり。それでいいですか。やめる。ああ、多分できないと思う。この音声さ、じゃあ、ダウンロードでこの音声だと、ウイルスで、俺だと。まあ、ちょっと諦めて。また、あの、だその、そのパソコンと同じレベルのパソコンは、うん、そんな高くないから、うん、1万5000円もあればもう十分買えるから、うん、今だったらもっといいの買えるし、これ4年ぐらい前のパソコンなんで、まあ、ギリギリこれでできる可能性はあるけど、まあ一応動画こうして厳しいです、厳しいです、それ厳しいです、あれじゃ無理、無理です、ダウンロードでそれだと厳しいですね、無理、はい、厳しいです。そういうことで諦めますか、これや。しょうがないね。しょうがない。やっといろいろ立ち上がるまでに時間がかかる。時間がかかる。これは、このパソコン、アルサネさん、まあ、使うって言うんだったらさ、他の用途で持って帰って、そのウイルスは消してくるけど。いや、あれ、Google 開いてニュース見てたよ。見てた、うん、だけど今、ニュースはわけがわからないから、テレビ見てるから。なんだテレビ見た方がいいよ。でもテレビは分かんない、本当にますます分かんない。テレビどこ見てんの。あ、テレビ買ったんだ。一チャンネル見て。あ、テレビ、テレビついに NHK テレビ手に入れたんだ。一チャンネル見て、テレビニュース見たけど分かんない。テレビついに見てんの。残念でした。しょうがないね。じゃあまたその次で。いや、また買ってくる、買ってくる。何？またパソコン待つし。いや、高いよ。浅井さんが買いに行ったら、ね、うん、すぐ7万とか8万とかそういうパソコン買うためになるよ。そうそう、うん、騙されちゃうから。安くても7万8万だよ。うん、新品買った、まあ、新品買ったら7万8万、安くても7万8万。下手したら十何万とかさ。わかりました。だからお金で予算を渡して、いくらぐらいのかっていうの。で、できるパソコンわかるから、寺島さんは。もうアイゴ、アイゴだったら大丈夫。アイゴだったら大丈夫です。アイゴだったらもう1万5千万あれば大きさ25億。アイゴで1万5千手に入るんですか。あ、はいはいはい。1万3千円ぐらいでも入る。型どれくらい落ちてるやつですか。いや、それ5年ぐらい前のだから。あ、まあまあまあ。うん、まあ、これくらいですよね、要は。いや、わかんない。それがどういうこれが多分4年前ぐらいです。パナソニックの。レッツの CFNX。あー、これよりもうちょっと落ちるやつかな。これの1年ぐらい前のやつ。で、1万、うん、これが確か4000ぐらい、5万ぐらいだったんですよ、1年前に買った時。多分変な5万もしなくて、今で1これで3万ぐらいですよね、35とか3とか。もっと安く買うと思うけどね。いや、わかんないけど、まあ、3万5000も出せば十分買える、うん、2万、うまくいったら2、3万、これを買ってくる、3万近くぐらいで。いや、買ってこいって、それか。違う違う違う、アセイさんが買ったらダメ。ジャンバラ買っちゃう。あ、まあ、買ったら、いいんだ、買うんだったらジャンバラ行って買いに行ったらいいよ。あそこそんな高くないよ。でも、なんか、変な買いそうじゃないですか。いや、ジャンバラそんな変なの売ってないって。大丈夫。ジャンバラの信用できる。え？
いや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 、レッツ、レッツのダメ、MX2 なジャンバラで買うんだったらヤフーオークションで買うのよりもちょっと高いぐらいだから、ヤフーオークションでもっと安く買える。ジャンバラだけお願いした方がいいよ、絶対。ジャンバラだったら別にいいよ、買って。ジャンバラの店員そんなの、あの、許可いく？してるし。レッツなんて言うんですか？レッツの買いに行くんだったら一緒に行ってもいいよ。ああ、行ってもいい。レッツ、あの、ジャンバラで買うんだったら私もいいと思う。あそこ安いし。ドスパラってよりもジャンバラの方が安いな。ジャンバラが一番知ってる限りでいいんじゃない？今日手持ち買うの？今度にする？3万ですか？ 4 万。あの、十分、3万4万なんだったらジャンバラでも十分の買える。多分それよりいいの買えるわ。うん。私それよりも下の安でいいと思う。N なんとか10とかやるので十分だと思う。それよりももうそうそう古いやつかな。NX となる前の。今度にする？いやもうあお前せっかく行けるうちになったらさ、もうできるときやった方がいいよ。もう何でも今度だからさ、まだ3時40分になるから5時まで大丈夫なんでしょ？うん？もう何でも今度ってもうできるときにもうやるってのやった方がいいよ。今度にする？今日行ってもいいよ。まだ使わない。行った方がいいと。今日、水泳行くんだった？あ、そうか、水泳か。あ、水泳行くんだったら。水泳行くんだったら、疲れてるもん。水泳行くんだったら、水泳行くんだったら。水泳休む？いや、いい、水泳じゃない。今休憩して、今度、来週の日曜日とか行く？来週の日曜日？うん。カラオケ終わったら。あ、それもいいかもしれない。あ、日曜日？いや、この水曜日。水曜。あ、水曜はだって俺仕事だもん。仕事だもん。水曜の和道さん4時半とか仕事終わってからって言うんだけど、それ、まあ、浅井さん仕事の時間でしょ、もう。でしょ？もう終わっちゃってる。だから日曜日だよ、やっぱ。一週間。ジャンバラで買うんだったらそれでもいいし。でもそんな急がないって言ったら私がまたヤフーオークションで。それより1年ぐらい前の古いので十分だと思うかな。MX ってなんか前よりも。あ、いいわ。あ、そしたらよく考えたらな。その一つ前のレベルのパソコンっていうのを、私も、あ、家にあるわ。それ渡すよ。それでいいだろ。一つ前のパソコンはそれで私落としたんで、自分用に、浅井さん用にはそれで。それ、お金落とせばいいじゃん。それ、いくらでくれるの？いや、もういいねでいい。いいねでいい。いや、別にいらない、はっきりいらない。おいや、もう、渡せる。半分だから、寺島さんにその分渡せばいいじゃん。あ、それでいいよ。あ、それも、あ、もう、あ、かんな、それ、それより1年前ぐらいのパソコン。1000円で買おう。いいよ。1000円かよ。いいよ。寺島さん損しちゃってるじゃん。いや、全然いい。いいですか？いい、じゃあ損っていうか、はい、それはまたいいことがあるんだよ。いや、そうなんですか？そう。まあ、それでいいのであろうと。それまたいいことあるんだよ。なあ、そう、あ、いや、勘っていう、ならしてる。貨幣価値の基準が全然よくわかんないから。なんか、浅井さんの貨幣価値が、ちょっと、なんか、独特の世界観があるから、俺は首突っ込めないから、そこ。うん。1000円。うん、じゃあ、また来るよ。NF10 とかいうのさ。そう。ああ、いつ言えばいいですか？もう使えるようにしたんだよ。パソコン届いて、俺は、だから、それさ、持ち運べるパソコンだから、浅井さんがさ、はい、夜、今日は、いや、浅井さんが逆にそのパソコン持って、和野さんとか行って、設定してもらってもいいんだよ。いや、でも、ここでやった方がいいっすね。月曜日、火曜日、月曜日も火曜日も夜中は出かけないんで。そう？そう、だから帰ってきてからの話よ。6時とか7時とか。夜6時とか7時にここにいるの？ここに、寺島さんからもらいに行って、ここに帰ります。じゃあ、俺の家に来るか、迎えに来てもらうか電話する。水曜日持ってくるよ、私。水曜日だって。水曜持ってくるよ。水曜日の 夜だったら、いや夜じゃなくて水曜日なんかやるんでしょ、から水曜昼間だから、その時持ってくるってことです。来週の水曜日ですね。そうだから来週の水曜日、今週の水曜日、この水曜日です、うんうん、この水曜日持ってくる。よし、そうですか。この水曜日持ってくる。いや、まあ火曜日とかに時間あったら取りに行きますから。火曜日の夜、いや取りに来なくていいじゃん。水曜日以降にじゃあ来るよ、俺また電話もらったら。浅井さんも配信やりたくてしょうがないでしょ、もう。早くやりたくてしょうがない。水曜日早く、火曜日中に欲しいっつってんの。あんならまた持ってきてやろ、火曜日の夜。火曜日の夜、一旦家帰って。大変だよ。別に水曜日は、だから私休みなんだから、
火曜日帰ってきてから夜持ってきたわけよ。でもその時浅井さんがいないって言うんだったら問題だけど、浅井さんが呼んだと。いや、ドア閉めとくからや。ああ、ならダメだよ。大家さんいるよ。大家さん受け取ってくれんのか、そんな。受け取るよ、大家さんだって。じゃあ月曜日は月曜日も夜まで書けないよ。多少おかしくなってくるらしい。月曜日はまあいいけど。私が行く。いや、月曜日ってちょっと火曜日、あの仕事行くからさ。火曜日だったら水曜日仕事行かないから。水曜でいいじゃん、今すごいんだから。だった理由って言ってた、じゃあ水曜日、ああどうするな。じゃあ水曜日、きついな、それあげた、でもあげるかな。いや、あのそのパソコン自体は大したことないんだけど、全部そのマイクロソフトのオフィスが全部操作入ってんだよ。ああ、オフィスって何が入ってんの？で、エクセルとかワードとか正式版が入ってんだよな。正式版が入ってて、いろいろもさ、インターネット上でデータやり取りしようとしたら、変なっていうかさ、あの、フリーソフトのそういうのでデータ送れないんだけど、マイクロソフトのやつでちゃんと送ったやつでデータ送れるっていう世界があるんだよ。就職活動とかそれでやんないとダメだから、ちょっと考え直せな。Google ドキュメント、Google スプレッドシートってご存知ですか？知ってる。知ってるけど、なんていうかな、その、就職サイトとかそういうので送れる。ああ、テンプレートの形が。テンプの、あの、識別値が決まってんだよね。浅井さんデビューする、ふわっちデビューする。じゃあ、就職の時だけそれ送ればいいじゃん。もう就職いけんの。じゃあ、まだそれ受かることがわかんないけど。いや、またやったら、そのパソコン持ってって、それでやる。それでいい。浅井さんと俺にそのパソコン貸してくれってまた持って帰るのかよ。いや、浮かぶかもしんないよ。めちゃくちゃだよ。それあげようと思ったけどな、ちょっとそういうことないとか。じゃあ、そんな、1週間、待ってくれよ。1週間待とうよ。その間に他のパソコンして手に入れて、うん。だいたい1万5000円もあるわ、大丈夫だ。同じレベルのでいいでしょ。レッツノートの NS、なんか NF10 とかなんとか、だいたいその窓を今使ってるの一つ前のぐらいのやつで、で、この間その、亡くなったね、あの、富士通のその同じようなライフブックの、まあ、同じ大きさの、やっぱ愛用のパソコンがね、それぐらいだったら1万ちょっと手に入るから。これいいでしょ。ほんで、1週間待ってよ。今私が使ってるのは、あれはちょっとな、正式ソフトがちゃんと、はい、たまたま入ってたからさ、買ったらちょっとお得だったんだよ、それ。いるんだよ、ちょっとしばらくいるから、俺正式ソフトが。ああ普段いらないんだけど、就職無事決まったらいかないよ。決まったらいいけど、まだ決まってねえだろうが。えだから来週だから、あの面接行くんだって言ってる。てか浅井さん、この部屋のさ、なんでさ、そこら中にダンベルがいっぱいあるの？謎なんだけど。いや、浅井さんは筋トレ、本当に本当にやってるやつ。やってる。あれ指導受けたいです。おお。ってかダンベルだらけじゃん。浅井さんそのダンベルだらけ。二つ持って。これをどうやってるんですか、これ。いやないよ。二つやってる。おお、もうこれでやってるの？いや、これでやってないよ。やってないの？あそこにもなんか3個ぐらいあるし、廊下にもダンベルあるし、ダンベルだらけなんだけどこの部屋。あ、みんなに見せてあげたら50キロで。いや、50キロこれでやんないよ。あ、これきつい。これきっつ、おもっ。すごい体強い。まあ、まだ若いかんね。おもっ。山川さん、素質な自分はね、あの、遺伝子は相当あるね。遺伝子は相当ある。母親は、あの、国体レベルだし、ジュニアオリンピックで優勝してるし、親父、ボクサーだから。わあ、だからそうなんですね。プロのキックボクサーだ。プロのキックボクサー。キックボクシング。親父が。あ、それは強かったですね。強かった。プロの親父は。あなたは強くない。俺は強くないかも、そうですね。子供の頃は病弱だから。弟と妹は運動神経いいんだけどね。俺はダメ。あ、弟強いですね。弟強い。うん、じゃあ行くか。じゃあ帰ります。
はい、すいませんでした。いい、はい、じゃあパソコン、私、パソコン用意して、最初に渡すってことで、はい、よろしいですかね。はい。田中さんもちゃんと、管理を。中身。管理を。しっかり。中身をしっかり。千円中目黒まで行ってんの。中目黒だな、中野だ。中野か。これどうしよう、このパソコン。使う？使う、ちょっとそのウイルスやられてるから、それ。見てもらったら。まあ、直しちゃう。すいません、買いかけてきましたんで。パソコン3台あるけど、全部配信はできない。これワープロで。これワープロじゃない、それパソコンだよ。そうね。パソコンだけど、まあ、ワープロしかできない。これワープロしかできないよ。浅井さん、タイプライターとか似合いそうだけど。カタカタカタ。じゃあまた浅井さん。はい。お疲れ様です。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。どうもありがとうございます。いえいえ、とんでもないです。浅井さん、サンバイザー5個。だから謎のアイテムが多すぎって、浅井さん。なんでサンバイザーが5個もあるの？サンバイザーって何ですか？日よけか。ああ、あれ、メガネがあるから、それで。階段、急段、あ、スクワットが効いてる。痛い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 。あ、さっきのスクワット深くやりすぎた。下りが痛いんだよな。え、あの、痛い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 。スクワットをね、ちょっとリスナーさんと約束してて、スクワットばっかりやってるんだよ、最近。痛い痛い。効くんだよな、スクワット地味に後で。そう。いや、でもあれだよ、2、3回続けちゃうと痛くなくなる。うん。5回ワンセットでやってる。じゃあ、浅井さん、お疲れ様。どうも、お疲れ様です。うん、じゃあね。またパソコン手に入ったら。はい、お疲れ様です。ありがとうございます。うん、また来るね。はい、すいません。はい、ワード2。何しかいらっしゃい。じゃあ、帰りましょう。浅井さんの家でした。浅井さんふわっちデビューするって、ふわっち配信者になるって。浅井さん見送るよ、礼儀楽しいよ。おお、ハチいらっしゃい。ワード2、ワード2、家帰ってまた配信やるから。もしかしたらね、電源切れるかもしんねえわ。電源切れるかな。あ、はい、いらっしゃい。よし、今日はぶっ放すぞ。まだまだ時間あるからね。あと何時間ぐらいあんだ。夜、夜中まで配信今日はぶっ放すよ。本当今日天気いいわ。本当今日天気いい。いいね。天気いい日に散歩なんか最高だよ、本当に。幸せ感じるよね。カラオケの後の牛丼くっそうまかったな。だからな、浅井さんと飯食うとほんと飯うまいんだよな。不思議な魅力がある。うおー、こんな東京の一等地、こんな土地余ってるよ。いくらすんだろうね、これ。億するでしょ。3億ぐらいするでしょ、これ。いいなぁ。手に入れてぇな、俺も。一国一城の主になりてぇな。ねぇ。50歳、40後半ぐらいかな。50歳頭ぐらいに一軒家建てたいな。うん、中古でいいから。自分の土地で、庭で育てて、ねえ。なんかこう、和道邸を作りたいですね。家はやっぱロマンでしょ。すげえな、親父が30代で家作って。ターボ姉さんかな？ターボ姉さんいらっしゃい、おっすおっす。コメントありがとうございます。初見さんかな、楽しんでてください。和道です。面白かったらフォローしてください。よろしくお願いします。どうもどうも。
渋谷区ですか。ここ渋谷かな。もうちょっと行くと右側が新宿で、こっち側が道路を渡ったら多分新宿なんだよ。でこっち側が渋谷で、多分ねあの信号、あそこを渡ると中野に入る。中野と渋谷と新宿だね。今まだ渋谷かな。ここは見てみようか。見てみよう。ここ渋谷区本町だって。渋谷区、ここ渋谷区だ。ゼリーさんいらっしゃい、サッチーいらっしゃい、コメントありがとう。渋谷区ですね。そこが中野区だ。いいところ住んでるな。そうなんだよね、新宿のマザーテレサって言ってるけど、実は渋谷に住んでんだよ俺勝手にね、新宿のマザーテレサって勝手に呼んでるけど、実を言うと渋谷区民なんだ。ハッチハートプレゼントありがとう。っていうか中野区土地めちゃめちゃ余ってんだ。渋谷区か、あそこ渋谷とか結構土地余ってんだな。うわー、エヴァンゲリオンだよ。新宿のビル群奥の方、もうエヴァンゲリオンだね。てて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 だね。やばいね、景色がさ、景色がエヴァンゲリオンとか、あのアキラの世界だよね。ネオ東京だよね。東京って感じがする。東京って。楽しいわ。ハートプレゼントありがとう。よし、家着いたな。今北新宿います。え、マジで。あ、そうなんだ。今日あれだよ、新宿に配信者集まるから、もしよかったらリア突する。サッチーさん、三倍目光る、金梅さん、さとみさん、新八丁、あと誰だ、ミキティか。いや家近いよ、浅井さんの家。ただもう5丁目だもん。すごい近いよ。散歩配信っていうか旅配信面白いな。うん、今日あれだよ、多分ね、夜の8時にあのゴジラの前でオールスター集まるよ。夜の8時にあの小間劇のところ来たら来る。サッチ多分みんないると思う。俺もいるし。まあみんな配信者でズボラだから遅刻する可能性とかあるけど、それは責任持てないけど。見に行きます。あ、そう、うん、ちなみに誰が好きなの、その中の配信者だったら。3倍目光る、金梅、里美、あと誰だ、ミキティ、新野鳥だったら誰が好きなの。そうそうたるメンツだよね。もう元気だな。まんべんなく好きなんだ。もうそれリアドするしかないでしょ。もうこってこての配信好きだな。いいね。歌舞伎町で飲みながら待ちますね。ああ、それがいいと思う、多分。うん。歌舞伎町界隈にいたらすぐ来れるし。俺の配信見てれば、今日ずっと垂れ流しでやってると思うから、そしたら、ああ、今行けばいいんだって。多分タイミングわかると思うよ。
歌舞伎はね、飲んで時間潰せる場所がいっぱいあるからいいよね。95名さんいらっしゃい。楽しんでいってください。ていうか、すげえな。4時間半充電持った。この高画質配信で。え、画質良くない？ぬるぬるでしょ？音も全く問題ないよね。今日、ふわっと調子いいな。今日調子いいわ、ひたすら。一回も PTPT してなくねえか。今日いい感じだよ。疲れたけどね。あ、夜中からずーっと配信してるから、こっからしんどいけど、ここでちょっと一発ね。やっぱ平日の昼間配信できないっていうさ、弱点があるから俺は。今夜のはどんなイベントなんですか？今夜のイベントはあのエンディングだね。まあまあそれは。てかお前ほんと最近俺の放送見てねえな。お前ほんと俺の最近放送出遅れてるな、お前。うん、説教だな。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前。バットボタン押してんだよ、もう。